彼女はまっすぐに腰掛けていた。粗末な椅子に白く正気のない顔で、枯れたナルドのように冷たく白い病室の真ん中。医者は彼女に言ってあった。野原へ出かけて爽やかな5月の太陽に当たるようにと。でもかわいそうに娘にはできない、私に言った。橋に着くとね、ご存知の通りあんなに近いのにね、息が苦しくなって。その声は子供っぽく、か細く、途切れ途切れにかすれていた。時々吹いては止んでしまう夏のそよ風のように。私はプラテールを彼女の散歩に貸してあげた。ロバの上の娘が立てる笑い声、死人のように尖った顔には真っ黒な瞳と真っ白な歯だけ。女たちは戸口に出てきて通り過ぎる私たちを見ていた。プラテーロはゆっくり歩いた。知っているかのようにその背中に乗せているのが壊れやすいガラスのアイリスだと。娘はモンテマヨールの聖母の純白の装いをして、腰にはシンクの紐をつけ、希望と熱に浮かされたその姿はまるで天使のよう。街を横切って南の空へと向かってゆく。